では、いただきます。いただきます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。うちのツバメのひなたち、みんな無事に帰ったみたいだよ。へえ、おめでとう。にぎやかそうね。うちのツバメって何？ツバメ飼ってるの？ツバメが住んでんだわ。へえ、そうなんだ。社の中もピュンピュン飛んでるさ。でも去年の蔵みんな巣から落ちて蛇に食べられちまった。へえ。ツバメのひなを蛇から守りますか？当たり前だろう。僕蛇なんてへっちゃらだから、ツバメのひなを一生懸命守ることにするよ。パフンパフン。4日目は何しよっかな。あ、そうだ、昨日はさ、あの虫相撲全敗したからさ、今日はちょっとさ、クワガタ集めをして虫相撲で一勝を目指そうかな、今日は。じゃあ本日もやっていきましょう。ここだな。何かいるかな。やったね。オッケーオッケー。サイズは54ミリでけえ。集められるだけ集めたいよな。何かいるかな。蹴り飛ばせ。何もいないよ。おいおいおい。あ、めぐみさんち行こうか。昨日はあのおばちゃんって言って怒られたからね。謝りに行こうぜ。おい、ババア。汚ねえな、なんか。こっち？階段があります。注意。やべ！そうだった、俺、裸足だったんだ。裸足ってか、もや、裸だからね。何この可愛いサンダル。めぐみさんのか？あ！めぐみさんおはよう。ガラス細工職人なんだよね、めぐみさんは。こんにちは。こんにちは。なんだ、君か。ねえ、お土産をもらったけど、どっか旅行でも行ってきたの？まあね。札幌だっけ？一週間ほど釜の火を落として、いろいろ回ってきたんだわ。火を落とす？そう。釜は温度を上げるのに時間がかかっから、普段はつけっぱなしにしとくもんだけど。そうなんだ。半年から一年ごとに、中のるつぼを交換しなくちゃいけないから、そん時だけ火を消すのさ。ガラス職人が長い休みを取ったり、どこかに行ったりするのは、だいたいそん時なんだわ。もっと聞かせちゃう。たくさん落ちてる丸いのが使用済みの古いるつぼさ。釜の中の溶けたガラスが入ってる器のことをるつぼって言うんだわ。るつぼ。その辺にたくさん落ちてる丸い。あ、ダメだ。なるほどね。なんかあんま印象良くないよね。ちょっと好感度を上げるためにお姉さんって言っといてさ。毎日遊びに来よう。どうしよう。また来るからな。こっちも、あ、これめぐみさんの部屋じゃない？下着とかあるんじゃない？ん？どうした？え？なんでこんなところにジェットサイダー王冠があるんだよ。国旗シリーズモナコ広告。レッソン。何かいるかな。やったね。これはコクワガタ。コクワってやつだね。何かいるかな。何もいないよ。一匹か、少ねえな。とりあえずガキンちょっと遊ぼうぜ。何か聞きたいことあっかい。何か聞きたいこと、あ、虫相撲の勝ち方教えてくれよ。虫相撲の勝ち負け。虫相撲は土俵から出てしまったり、場外だね。スタミナがゼロになったら負けさ。まだ何か聞きたいことあっかい。それだけ？虫を叩く理由って何なの？戦わせる前に背中を押して虫を興奮させるべさ。スタミナは減るけど、怒って技を出しやすくなるのさ。背中押しは試合中にもできるぜ。押した回数によって怒り方や怒っている時間の長さが変わるんだ。なるほどね。いろいろ実験してみな。まだ何か聞きたいことあっかい。背中を押してエキサイトさせるんだね。怒らせて、そうするとなんか技とか出しやすくするんだ。負けた虫はどうなるの？
相撲で負けた虫は今日一日だけ使うの禁止さ。でも負けた虫なんてみんなすぐ虫交換に出しちゃうんだわ。かわいそう。欲しい虫が出てきたらとにかく買って虫交換に出させるべさ。まだ何か聞きたいことあっかい？虫ランク。虫ランクってのは土俵の左上にあるやつさ。あれか、弱い、普通、強いみたいなやつか。土俵に出す虫の強さをリクエストするためのものなんだわ。強いでたくさん勝たれたらこっちも本気でもっと強い虫を探してこなくちゃなんねえね。まだ何か聞きたいことあっかい？まだ俺弱いも勝ってないんだよな。虫交換ノート。俺たちが虫交換ノートに書いた虫は僕ちゃんのとバクることができんのさ。バクる。あのノートのところに自分が成長させた虫を持って行ってどのくらいの価値なのか調べることもできんだぜ。まだ何か聞きたいことあっかい？虫相撲に関してはもうないかな。あ、なんもさってどういう意味？なんもさはなんもさ。え？何も気にしなくていいよってこと。そうなんだ。教えてくれてありがとう。なんもさってことか。なるほどね。まだ何か聞きたいことあっかい？なまら。なまらはすっごくって意味さ。最近何にでもなまらをつけるのが流行ってんだわ。これはうちのお父さんくらいの年になるとあんまし使わない言葉さ。そうなんだ。なんまらよくわかったよ。使い込んでるね、僕ちゃん。別にないよ。じゃあまた何か聞きたくなったら僕に話しかけてね。うん。あやと。お前そもそもなんでこっちに来たんだ？僕弟か妹が生まれるんだ。そうそう、赤ちゃん生まれるんだ。俺なんか姉貴がいるんだぜ。だから。しかも二人さ。よくわかんねえな。ミチ、おはよう。あ、ミチ捕まえちゃダメ、僕くん。こんにちは、こんにちは。あれ？みどりちゃんは？みどりちゃんいないね。今日みどりは家の手伝いで、昼過ぎからは庭で合唱の練習するってさ。もうすぐみどりと仲の良かった安田っちが。安田っち？お嫁さんになるのさ。誰だそれ。先生がいなくなる前に合唱会で優勝しようって。なんだかうちのクラスだけ頑張ってんの。あ、先生か、安田っち。早とも練習してるの？俺はいいのさ。なんで？オンチだから。オンチなのか。せっせっせってやる？おせっせ？え、おせっせやる。始めるよ。え、どうやん。あ、また音ゲーか。ね、はーい。え、わからん。わ、わ、はい。あれ？あ、はい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 、え、どう？猫さんもしかして音ゲー苦手？そういうさ、あのアルプスなんとかかんとかとかやったことないからさ、わかんねえわ。まあいいわ。まあ夏休み中これやればマスターするでしょ。とりあえずクワガタの木。あ、これさ船あるんだよな。これ運転できないの？あれ？この船は誰のだろう？ね。船に乗ってみたい。乗ってみたい。そう思ったが、動かし方がわからない。免許持ってないもんな。よし、じゃあ今日も頑張って作ってみるべ。やるやる。ちょっと考えさせてください。風薫る、思い出すのは宇帝さん。いいでしょうこれ。風薫る、思い出すのは宇帝山。猫。これはなかなかの出来栄えだな。名付けて。センチな気分で叙情派に。昨日ももらったな。95?90 点。なんか納得いかねえな。これすげえいいと思ったんだけどな。やったー。なんか聞こえる。なんか滅びの歌が聞こえる。
さとうまい。こんにちは。何を歌ってるの？古い歌だよ。合唱会の練習なんだ。合唱会？うん、学校でクラス対抗なの。8月31日にあるんだ。8月31日って夏休み最終日か。練習頑張ってね。つかも夕方じゃねえか。やべえ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 、虫相撲してねえ。虫相撲しなきゃ。やべえ、こっちじゃない。どっち？こっちか。虫相撲。あ、待って待って、イカ飯にミルクあげなきゃ。忙しい忙しい。お腹空いてた？イカ飯は一生懸命ミルクを飲んだ。うまいか？オッケー。今日はちょっと 500cc で許してくれ。俺にはやらなきゃいけないことがある。待って、ツバメがなんとかとか言ってたよな。こっちかな。あ、かわいい。かわいい。ツバメの巣がある。お腹を空かせたヒナたちが大騒ぎをしている。オッケー。間に合うかな。虫相撲したい、虫相撲したい。闇のゲームの始まりだぜ。やるやる。ふん、俺様に勝とうなんて2万5千年早いぜ。今日は緑ちゃんが練習中だもんな。緑早っ。早くんのかい。行くぞ。俺が相手だぜ。ノコギリクワガタ44mm、1勝1敗。よし、背中じゃあ1回だけ押すか。一回押して、行くぜ。デュエル、スタンバイ！頑張れ！いけいけ。まずは冷静に立ち回ろう。相手の出方を見て。うわ、負けちまうよ。スタミナは向こうの方が勝ってるな。押し出すか、技出してくれないかな。技出して。お、ナイス！うわ、あ、勝った勝った！決まり手、すくい投げ！やったー！オッケーオッケー。ノコギリクワガタメス。0勝2敗。これいけるっしょ。あ、勝つとスタミナが上がる。ちょっとだけ上がってるな。これ虫の背中押そう。一回だけ。はい。ゴー！いけいけいけ。このまま2勝目指そうぜ。いけいけいけ、ノコギリクワガタ。押せ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 。なんか大技出していいんだぜ。出していいんだよ、出していいんだよ。このままだとお前負けるぞ。おい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 、負けるぞこのままだと。いけ！あれ？私の負け？すくい投げ！2勝勝ち取ったぜ。強いぞお前。強い強い。向こうはノコギリクワガタメス、0勝1敗いけるっしょ。もう一回背中を押そう。デュエル！なんか今日はいけそうな気がする。おっ、まずいっしょ。いけ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 。お知らせー、踏ん張れ。いけ、うーん、押せ、踏ん張れ。もう出てるっしょそれ。おら、ナイス。こいつ強えな。じゃ次は俺の番ね。来いよ。わあ強そう。ノコギリクワガタ38mm、3勝0敗、一緒だね。スタミナ向こうたっけえな。一回押そう。行くよ。デュエル！頑張れ！負けんな負けんな。頑張れノコギリクワガタ。え、勝ってる勝ってる勝ってる。押せ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 。場外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 。すくい投げでもいいんだぜ。負けんな。お、よし、ぶちかまし！レベルがアップしたぜ。今度はどんな技だべ。めっちゃ強くないこの子。負ける気がしねえ。負ける気がしねえ。2回押しちゃう。いけ！勝ってね！いけ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 。5勝目指すぞ。どうした？止まるな止まるな。お前ナメプすると負けるぞ。虫相撲は闇のゲームだからな。押し出し？うわあ、うっちゃり。ほら、なめぷするから。
コクワ出してみようか。コクワ出そう。ウィジン。このままで行こっか。背中押さずにやってみよう。デュエル。戦いの中で背中押せるって言ってるけど、どうやってやるんだろう。一応ね、背中を押すマークは出るんだけど。うわ、何今の。強い強い。なんか技出した今。負けないで。いいねいいねいいね。コクワ頑張れ。2回連続で技出しただぞ。え、いけ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 。もう1回技、もう1回技出せ。負けないで。おら、私の負け。裾払い。いいね。次は僕の番だべさ。来いよ。ノコギリクワガタ42ミリ。待って、ゼロ勝6敗してんぞこれ。勝てる勝てる。背中を押してテール。よし行け。ほら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 、こっちとら一勝してるんだぜ。いいね、裾原いいぞ。これスタミナこの後と勝てるな。よし行け。おっと、裾原い裾原い。今だ。いけ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 。何やってんの。技出せ、裾洗い裾洗い。おらー、いいねいいね。コクワもいいね。次は俺の番ね。ノコギリクワタ37ミリ、0勝3敗。じゃ背中、じゃあこれ押さなくてもいいかもね。このナチュラルの状態でいこう。デュエル。裾払い一回。うわ、やべ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 。やばいぞ。いけ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 。いかれ。いかれいかれ。やばい、スタミナ負けする。やばい、あ。あ、やばい。スタミナ回復して。あ、負けじゃ、すすわらい。あ、負ける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 、すすわらいしろ。負けちまうよ。払え、払え。ああ。負けた。楽しかった。今日はいっぱい勝てたね。したっけ、バイビー。いや、なまら楽しかったわい、今日。そんじゃ、僕くん。また虫相撲をやりたくなったら、呼んでね。うん、またやろうぜ。ねえ。川に船があるけど、あれは誰の船？そう、あれ誰の船？あれはあそこで働いてる船頭さんがいるんだわ。船頭さん。若いのにキックラ戦記になってしばらく休んでんの。何キックラ戦記って？どうやらここにはすごい名前の病気があるらしい。キックラ戦記。いただきます。もしかしてぎっくり腰のことかな？いただきます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。そうだ。寝る前にめぐみさん家行こうか。めぐみさん、会いに来たよ。いる？あ、いた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 。Hey, baby。 け、何しに来た？来ちゃいけないの？来ちゃいけないのかい？なんでだよ。男の子が夜、女性のところへ来るんだから、なんかきちんとした理由がないとな。そうなんだ。確かに。どんな理由がいい？結婚してほしい。子分にしてくれ。召使いになるよ。結婚してほしい。お姉ちゃんに都合がいいことばっかしじゃん。あれ、意外に手強いな。もうちょっとおしゃべりしようよ、めぐみさん。あ、何かを成し遂げてご褒美が欲しくなったらまたここにおいで。うん、ご褒美。でも俺今日虫相撲頑張って初勝利したんだよ。褒めて。ダメだ。何かを成し遂げてご褒美が欲しくなったらまたここにおいで。うん、分かったよ。そんなんじゃお姉さんからご褒美はもらえねえか。ボクくん、絵日記書いてお休みなさいしよ。うん、ばあちゃんお休みなさい。あー、とりあえず日記書こうか。8月4日、みどりちゃんが歌の練習をしてたんだ。僕も一緒に歌いたいけど、
オンチがバレたら恥ずかしい。甘酸っぱいな、おい。でも8月4日はめっちゃ楽しかったな、今日。ね。虫相撲初勝利、おめでとうございます。それじゃあ皆さん、明日も遊ぼうぜ。おやすみー。